山田選手、はい、はじめましてですけど、初めまして、よろしくお願いします。ちょっとね、野球選手っぽくないのでモテる要素以外他になんか何もなさそうな僕はちょっとたどたどしくなってますけど、ちょっと18歳ですもんね今、はい、18歳でどうですか、家族離れてるじゃないですか。はい、まあ高校がもともとあれだったの、まあ、寮生活入っていたので、うん、まあ、そんな寂しいとかそういう気持ちはあんまないですね。はい、どうですか、関西、関西でもあれ関西住んではないですね。ないです、はい、どうですか関西の雰囲気というか。雰囲気は最初入寮の時に新大阪屋でなんか迷子になって、ああそれは記事でなんか見ましたけど、はい、それでなんかやっぱ関西すごいなとかなんか広いなって思いました、はい、よう来れましたね、頑張って、はい、まあ、下村さんに連絡して助けてもらいましたで高校時代こうね仙台育英もう練習要はまあまあ厳しいじゃないですか、はい、うん、それとプロに入ってのこの練習今や、特になんかこうこの辺ってなんか高校と全く違うなとかなんか感じた練習ってあります？自分たちで考えて練習するタイプなんですけど、うん、やっぱりプロはメニューがある程度決められていて、うん、でその中で自分で成長していくみたいな感じなので、まあ、自分で考えつつも、まあ、いろんな動きとか、まあ、細かさっていうのがなプロの練習っていうのはそういう感じますね。どうですかそれって、あでもこういう練習もあるっていうのがいいプラスになってるのか、はい、逆にもうちょっと自分で考えて、うん、こう動いた方がいいのか。いやもう自分にプラスになることしかないような練習ばかりなので、すごい楽しめて野球やっています。まあこれまでね経験なかったことばかりですけど、なんか楽しい時間の過ごし方、自分の中でその中でもなんか何してる時が一番楽しいとかって。自分は最近ネットフリックスとかよく見るんですけど、まあ、アニメ鑑賞が好きなのでそういう特に時間を費やしてるときはすごい、まあ、楽しいというか、なんか一人の時間を過ごしてるのが自分はいいのでそういう楽しく感じますね。で一番の違いをちょっとね、金属から木製に変わるじゃないですか、はい、戸惑いとかってあるんですか。まあ、木製でもともと練習とかしていたんで、うん、そういう、まあ、不安とかそういう感じはなかったんですけど、まあ、金属と違って詰まったら飛ばないとかちゃんと芯に当てたら飛ばないので、そういうところは今苦労しているって感じです。全然もう対応的にはそんなに、なんか感覚が変わる人って結構いるんですよ、はい、金属から木製になった時に要は打つポイントとでいろいろちょっと変えないといけなくなるじゃないですか、はい、そういうなんかうわちょっと感覚はちょっとこれは違うなとかってのはあんまないですか。インコースぐらいですかね、はい、金属だったらもうバンってさばけばいけたんですけど、木製はなんか詰まるのが怖がっちゃうので、うん、そこで無理に芯に当てようとしてファールになったり、弱いフライが上がったりみたいな感じの今課題があります。うーん、同じ沖縄でこうキャンプをするっていう中で、はい、やっぱ紅白戦とかってこう呼ばれて、はいね、僕らってそういうのなかったんですよ。そうなんですか、はい、僕らの時代は高知県だったので、あなので来れない、はい、でも今回ね紅白戦こう要は一軍レギュラーのメンバーもそこにいてて、はい、一緒にそのグラウンドでやったわけじゃないですか。緊張とかってします？いやめちゃめちゃ緊張しました、そういうものなの、はい、なんかテレビの前の人が、うん、もう隣にいたりもう目の前でプレーしたりしているんで、うわなんか不思議な感じがすごいしましたね最初で。守備ねよかったね、いいプレーも見ましたし、はい、
どうですか、守備とかになんかこう自分の、まあ、持ち味として守備ってすごい自信あります？まあ、打撃とかよりは、まあ、自分の中で守備は自信ありますね。好きですか、こう守備の練習とか？守備は好きですね、はい。憧れてる選手っています？憧れてるっていうか、お手本のような感じにしてるのは源田選手とか、まあタイプは違うんですけど、今宮選手とか、そういう選手を、まあ、動画見たりっていうのはしてます。どうですか、もう、あ、でも自分もこれぐらい絶対できるなっていうものも多分見てて、はい、照らし合わせるじゃないですか、はい。まあ、やっぱり打球の入り方とかバンドの合わせ方とか、そういうのはまだまだ足りない部分はありますし、まあ、打球に行くまでのスピードとか、まあ、細かく言ったらそこはキリがないんですけど、まあ、もっとレベルアップしたいといけないなというふうにはすごい見て感じます。賢いね、やっぱ。いや、そうです。いや、見る視点がどうしてもね、やっぱ守備上手くなりたいとかってなると、どういう動き、どうしてどの一歩目が出るのかって結構ね、はい、分析するというか、その見てる視点がやっぱすごいなと思って、ちょっとね、プロとしてのやっぱ目標は聞きたいなと思いまして。まあ、プロとしての目標は、まあ、自分は守備に自信があるので、もちろんゴールデングラブ賞だったり、まあ、トリプルスリーを目指しているので、そこに向かってやっていければいいなと思ってます。結構でも自分の中で、イメージはできてます、その一軍の舞台でとかの、まあ、姿なんとなくは、まあ、この間紅白戦させていただいて、まあ、自分の中でイメージっていうのは徐々についてきてます。なるほど。ちょっと期待して、だいぶ期待してるので、はい、頑張ってください。